YouTube に機材すら使わない簡単なビデオを投稿するだけで月額36万円の不労所得収入を獲得することは本当に可能なのか。はい、可能です。こちらをご覧ください。このように私は270お願いします。放たれて速いボールが決まった。速いボールが決まった。こちらも見事にゴールイン。まずこのキックを捉えた映像を本人に見てもらった。するとどうですか、蹴ってるフォームとかバランスとか見てみて。いやもうベッカムか俺かぐらい思わず自画自賛のフリーキック。それではそのキックの瞬間を見てみよう。軸足の方向は狙っている右側、そしてボールの蹴り位置は右下のようだ。激しく曲がっている。さらに先ほどよりもスピードが出ている。では具体的に蹴っている足の場所を聞いてみよう。さっきはここで蹴ってたんですけど、さっきこの辺ですよね、親指の付け根あたり、ちょっと内側でこの辺でもうインステップに近いこのあたりで、はい、まあ、あとは擦るっていうよりはもう完全に蹴るっていう。蹴っている足の場所はインステップに近いところ。そして1本目は擦るように蹴っているため体重が後ろに残り蹴り足は後ろだが、2本目は押し出すように蹴っているため蹴り足は前に来ている。ではどういう状況で左右の蹴り分けを行っているのか。キーパーの位置見て、まあ、あとは壁の高いチームとかもいますし、うんうん、そういういろいろな状況を考えて蹴り分けるようにはしてますけど。ファーの時って弾道も結構速いけど、はい、しかもちょっとこう、まあ、壁の横だから低めですよね、はい、高いボール蹴るとキーパーもすぐボール見えちゃいますし、できれば選手の横を速いボールで通り抜ければゴールキーパーも見えにくいかなと。ゴール右隅を狙う場合はできるだけ低くスピードのあるボール、ゴールキーパーとボールの間に味方選手を立たせ蹴り位置を隠す。そして意識は誰かにパスをする感覚。さらに右隅を狙う場合はキーパーの視覚を考慮しより速いボールを蹴る。特殊な蹴り方ではなく練習すれば誰でもできる、お手本のようなフリーキックであった。YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのにあなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。
YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー！